私はカメラにはまっています。自粛期間中、家の中でひたすら写真を撮り続けたり、近所を散歩して写真を撮ったり、ある時には雷が落ちる瞬間の動画を撮影したり、また休日は美術館に行ったり、両親の知り合いの芸術家に会いに行ったりしています。しかし、私は幼い頃、現代アートが大嫌いでした。これが小さい頃の私です。アートに囲まれて楽しそうに見えますよね。両親は芸術家で、私は3歳の頃からバイオリンを習い、アートと音楽に囲まれた生活を送っていました。週末になると、ギャラリーや美術館巡り。しかし、そこでは意味不明な現代アートの作品がほとんど。子供には理解しがたい、きついものもありました。それは、父がボランティアで写真撮影を行っていた現代パフォーマンスイベントです。これって子供にはかなり刺激が強いんです。例えば、裸の男の人や女の人がダンスとも言い難い、なんとも奇妙な動きをするパフォーマンスとかを見ていました。イベント中に鼻血を出したこともあります。そういったアート三昧の生活の中で、私はおかしな大人になるんじゃないか。これって子供が見ていいものなの？学校の友達は休日に現代アートなんか見ないんだろうな。平凡になりたい。もっと普通がいいと思うようになります。気味の悪い現代アートから逃げるように、小学校で必死に勉強します。化粧品の研究者を夢見たり、英語に興味を持って海外に留学したりしていました。今思うと、勉強することで嫌いな現代アートから自分を切り離し、正しい大人になれると思っていたのかもしれません。この頃から国連や NGO など国際貢献に携わる仕事に憧れを抱くようになります。そして高校2年生の時、教科書で L システマというプログラムに出会います。音楽教育を無償で貧しい子どもたちに提供し、犯罪や非行に巻き込まれるのを防ぐという画期的なものです。すごいと感動した私は、とにかくこのプログラムを知りたいとロサンゼルスに飛びました。そして L システマでチェロを学んだ兄弟に出会います。私たちは出会った後、一緒に音楽をやろうということになり、毎日放課後にセッションをしました。私は英語が下手でしたが、音楽を一緒に演奏することによって仲を深めることができました。音楽芸術は国境言語を超えるを肌で実感したんです。そして帰国後、憧れの国連や NGO 職員を目指して東京の大学を目指します。しかし、大学受験に失敗。私は大きな挫折を味わいました。なんとか専門学校に入学を決めた後も、まだ夢を捨てきれず、NGO でインターンを始めました。しかし、実際にインターンをすると、私が描いていた理想の職業とは違う現実的な部分が見えてきました。それぞれが持つ文化背景が異なる中で、お互いがぶつかり合ってしまい、思い通りに進んでいかないジレンマを感じました。職業としての NGO の難しさを知り、私がやりたいことはこれではないかもしれないと思うようになります。だからといって、
やりたいことが何なのか分かりません。そんな時、父から現代アートに関する情報誌を作らないかと誘われます。その時私はこう思いました。これはもしかしてやりたいことを見つけるチャンス？とにかくやりたいことを見つけなきゃ。私は焦っていたんです。苦手だった現代アートでもいいから、目の前に来たものは何でもチャレンジしようと思いました。そして父、母、私の3人で桜ペーパーを作り始めます。私は桜のアート散歩というコーナーを担当し、現代アートの個展についてのコラムを掲載し始めました。このコラムでは、現代アートに対して素人目線から見た率直で素直な感想を書いています。この頃から私は急に現代アートと関わることが多くなりました。小さい頃のアート三昧に戻った感じ。しかし、私はこの時、現代アートを面白いと自然に受け入れられたんです。作家が作品に込めたメッセージや遊び心を感じ取ることができました。その年の冬、普段はシャッター街の暗い通りに珍しく光が灯っているのに気がつきました。芸術大学の教授と学生が畳まれた喫茶店や理髪店、焼肉屋などを利用して、五条川の桜の木を利用した作品を展示していました。五条川とは、私の家の目の前の桜並木が有名な川のことです。展示されている桜の木は、その年の激しい台風によって倒れたものでした。咲くはずだった桜をガラス細工で作って、その木に咲かせてあげる。私はこの作品の美しさとメッセージ性に感動し、その時家にいた父をわざわざ会場に呼び出すほどでした。こんなにも美しいアートプロジェクトが家の近所で行われていることに、とても誇りに思えたんです。しかし、その教授が今年退職の予定で、来年行われるかは未定だと言います。このプロジェクトが一回きりであれば、このような印象深いアートとの出会いもすぐに忘れられてしまう。どうしたらこのようなアートプロジェクトを継続させることができるんだろう。私はこの疑問をきっかけに、大学でアートプロジェクトについて学びたいと思うようになります。この時、私は現代アートをすでに嫌いなものとは思わず、親しい友人だと思っていたんです。親近感が湧いたんです。現代アートに触れると、ただいまって言いたくなるような、そんな感じだったんです。そして2年間必死に勉強し、大学に編入することができました。ですが、今度はコロナです。大学に入学したものの、自粛生活を強いられ、やりたいことが遠のいていきます。リモート授業の毎日で、一日中パソコンに向き合い、悶々としていました。行きたかった芸術祭も、劇場関係のインターンも中止。大学で芸術好きな友達を見つけて、一緒に美術館、巡るはずだったのに、やっとここからがスタートだと思っていたのに、そんな私が見つけたのが、冒頭にお話ししたカメラです。コロナ禍で目標を見失い、何事にもやる気が起きなかった私にとって、面白い写真や動画を撮ることが唯一の
息抜きになっていました。外出するときは必ずカメラを持っていきます。歩いてアイスクリームを買いに行くときでさえ持っていくくらいカメラが好きなことに気がつきました。父の影響で現代アートが大嫌いだったのに、結局私も同じようにカメラを使って表現をすることで自分が救われたことに驚いています。そして春からは就職して映像関係の道に進みます。これから失敗や挫折をすることがあるかもしれないけれど、今自分が選んだ道に行けることに胸がワクワクしています。過去の経験が連鎖して本当にやりたいことが見つかり、遠回りも悪くなかったなと思っています。これから先大きな挫折があったとしても、新しい自分との出会いのきっかけになるかもしれない。一貫した人生じゃなくってもそれはそれでいいんだ。苦手だった場所にまた行きたくなるかも。変わることは恥じゃない。私はそう思います。ありがとうございました。